どうも、加速です。常です。順調です。お願いします。お願いします。さあ、今日なんですけども、はい、まあ、こちら小部屋なんですが、はいはい、以前ですね、はい、吉富と、はい、トンボと安武で鍋トーク、ね、うん、やったじゃないですか、はい、これちょっと小部屋でね、やってるんですけど、うん、ちょっと順もさ、はいはい、やってなかったのに。いや、やってないんですよ。確かに。そうなのよ、うん、はい、でさらにちょっともう、こうメンバーもなんか新鮮あるメンバーでやりたいなと思ったから、はい、この3人って俺珍しいと思う。確かに珍しいです。47都道府県のオフもうないぐらいのレベルじゃない。ないだっけ。ないんじゃないですか。ないかも。実はこの3人ってめっちゃ珍しいから、はいはいはい、ちょっと僕のお願いで、うん、このメンバーで今日はちょっと鍋、はい、やっていきたいと思います。ありがとうございます。お願いいたします。お願いします。もうまったりですよ。はい、お腹結構空いてるしね。めっちゃ空きました。結構です。ちなみに今回のこちらの鍋は、はい、鶏塩鍋を、はい、作りましたんでね。最高やね。最高。まず乾杯する。はい、ね、だいぶまあまあもう何回も言ってるからあれやけど、うん、改めて、はい、順位長チーム活作いらっしゃい。あ、ありがとうございます、ね、よろしくお願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。うまい。なにこれ。あ、なんかすごかった今。別ってなんかこう流れていった。五臓六腑に染み渡りましたか。いいじゃないですか。今日しっかり働いたってことなんじゃないですか。なんだよな、はい、だってやっぱ酒やめたからさ、うん、家で飲んでないからさ、はい、っていうのもあるかもしれませんけども、はい、まったりいきたいんですけど、ちょっとうまそうやから食べていこうかも。食べたいです。な、早飲む。あ、すいません。飲みすか。空手やめます。いや、いいんだ。もう気ぃつかんでいこうや。はい、もう自分のやつは自分で取るでいこうや。え、もう自分からでいいっすか。いいよ。それ使いや。あの、あ、お玉。もうお玉で、はい、お玉でドーンやんか、これ。あ、そうですね。あ、危ない。なんか今、いや、今のはもういやいや結構長い付き合いになってきたから、はい、なんとなくもう分かんねん、はい、常が何したいかと、はい、今俺、なんつったお玉でドーン言ってました。多分今俺止めんかったら、はい、これすくって、はい、思いっきりかけられる。危な。事件の匂い。危な。ありがとうございます。染めていただいて。あ、危なかった。やっぱりね、そう、その通りになりますよ。いや、その通りになりますよ。お玉でドーンって言われたら。ドーンや、怖っ。危なかった。どうぞどうぞ、ね、取って。はい、いただきます。なんかね、つくねとか、はい、あと、コウくん。はい。あ、このウインナーね。そう、これコウくん。でも事務所のウインナーといえばコウくんやから。もう今も、吉富が持ってきたから、コウくんを。はい、コウくんの波を。これ絶対うまいよね。はい。鶏塩だし。めっちゃうまそう。うわー。ね、しかも深いところに多分鶏肉が眠ってる。気がつけばさ、なんか鍋の季節になっちゃってね。そうなんですよ。えらいもんで、ちょっと怖ない。前まで夏じゃなかった。いや、確かにね。順取り。あ、すみません、いただきます。ほんと急になんで。今年のさ、まあこれ言われ尽くされてると思うけど、今年の秋どこ行ったの。いや、ほんとにちょっと顔出しただけでしたね、はい、いや、ほんまにマジこれぐらいの。マジでね。えだって服とかさ、そう、服本当に俺出してんけどさ、はい、秋服みたいな、ほぼ着てないんだけど。そう、秋服着てないっすよ。半袖からパーカーにならなかった、なんかイメージなりました。なりました、なりました。なったよね。順位もどっちが今さ、寒い、暑い。やっぱ外は、うん、寒いんですけど、うん、やっぱ室内は大体暑いです、うん、あの、はい、大体暑いです。やっぱ暖房つけてるんで、うんうん、今世の中が、うんうん、だからもう一番今難しいかもしれないですね。ああ、そっか。はい、本当は半袖短パンで行きたいぐらいなんですけど、うんうん、やっぱこうそれじゃ外歩けないんで。そうよね。なるほどね。はい。家は家も暑いってこと。あ、家は半袖短パンです。もう家の中にいるときは。奥さんと温度って合うの。確かに。これが全然合わないです。え、奥さんすごい寒がりで。うわぁ、はい、これうちのチーム開催って合わない、ね、そういうもんなのかな。あ、合わないのが。はい。うわ、うまっそう。マジでうまそう。うわ、やばいね。やばいっす。うわぁ、うわめっちゃ取っちゃった。うまそう。せーのが3、はい、いただきます。ちょっと待ってください。俺、お出汁からいこうかしら。うんま、あ、うまちょっとやばない。この時間の、これ今夜なんですけど、はい、しみる。しかもさ、ぶっちゃけさ、はい、今日結構いろいろ仕事したやん、撮影もあり、はい、実はこれ会議終わりなんですよ。さっきまでみんないてね、はい、帰ってったんですけど、はい、し
地味渡るね。うん、うん、まっ。おいしい。家で鍋とかせえへんの奥さんと。これがするんです。これがする。はい、これなんて何だ。もうすごい本当に、お家では、うん、あの奥さんの、お父様が、うん、お米とかいろいろ送ってくださったりとかして、うん、はい、で、まあ、そういったのもするんですけど、うん、お野菜とかもいただいたりして、いいやん、だからそれ鍋して、うん、でそれをお米入れたりとか、うんうんうん、最後おじやにして食べるみたいなのが、うんうん、結構夕飯ではもううちではしょっちゅうな。しょっちゅうです。あ、夏の肉も。夏は、あ、そうですね、夏も結構やっちゃいますね。野菜取れるじゃないですか、結構、うんうんうん、だから、はい、奥さんがもう野菜取りなっつって、うん、結構入れてくれるんですよ。っていうかさ、そのお父さんお母さんとかのさ、はい、贈り物ってさ、うん、めっちゃありがたくない？めっちゃありがたい。めっちゃありがたいよな。めっちゃありがたいです。俺よくそれこそ家事作チャンネルで、はい、ね、よく出させてもらってて、きせ、あの、きみせ醤油っていう、はい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 、あれ合ってるよな、きみせ、多分そんな名前でした、すいません。怖い、怖いの。ちょっとど忘れした。きみせさんやんな、確か、はい、常もそういうの覚えてないもんな。そうなんですよ。覚えてないタイプで、そういうの。きみせ醤油やんな。めっちゃ美味しいやつですね。めっちゃ美味しいやつ。これもよくね、動画で言ってたりすると思うんだけど、うんうん、でも元々はあれ、きみせ醤油自体が福山なんですよ。はいはいはい、広島の、うんうん、ご実家から送られてきて、使ったのがスタートやんな、うんうんうん、そっからもうドドハマりしてるみたいな、はい、そんな常ないの、なんか送ってくださってみたいな。あ、あの常嫁のご両親がよく送ってくださるんですよ、うん、いろんな本当食材を。あ、食材も送ってくれるんや、はい、で、あの海苔送ってくれるんですよ、ちょくちょく。海苔、はい、うんうんうん、あのご飯の、あ、ごめん、ちょっと飲んだ。ご飯巻く海苔、はい、ご分かる分かる、分かります。あのおにぎりのあの部分。あ、そうですそうです、うん、あの塗るやつじゃ、岩海苔とかじゃなくて、じゃなくて、はい、パリパリって食べるのね。そうですそうです、うん、あれ淡路島だったかな、淡路の方の海苔を毎回買いに行って送ってくれるんです、うん、むちゃくちゃうまいんですよ。あー、はい、わざわざ、え、買って買って、え、淡路の方。いや違います、買いに行くんですよ。え、淡路島まで。淡路島、その場所ごめんなさい、うん、あのはっきり忘れたんですけど、はい、そっちの瀬戸内海の方まで買いに行って送ってくれるんですよ、うんうん、へぇ、すごい愛やな。本当に愛がありがとうございます。愛ですね。本当に僕からもありがとうございます。ありがとうございます本当です。すいません、ありがとうございますの流れでつくねくって思ったありがとうございます。いや、でもマジでありがたい。はい、本当やっぱりお父さんお母さんもさ、はい、喜んでくれるっていうのがね、うん、あの常家がね、あ、はいはい、喜ばしたいっていう気持ちもあるからしてくれるんだよね、うんうん、めちゃくちゃありがたい。俺もお米やったわ。お父さんが、嫁作のお父さんが、はい、自分で作らはってて、一時期、はいはい、でその自分で作ったお米を送ってくださった、うん、めちゃくちゃ助かる。お米は本当に助かりますよね。本当に助かる。だからやっぱり解作チャンネルの企画の、はい、商品、米多いやん。はい、あれ俺が言い出したやん、米って、うんうん、やっぱ米っているよね。はい、いる、いります。マジで米いります。はい、え、ちょっと家事作米とか、あ、出た。どうなんすかこれ。ひょっとしたら、うん、まあ順はもちろんやけど、はい、常が入る前かな、はい、実は話したことあったの、はい、あ、え、うん、何ですか、企画で、そういうのやってもいいかもみたいなことを言っててんけど、それこそ、まあ、コロナの問題とかもあったんやったっけな、なんか理由で、はいはい、今は違うかってなった、うん、コロナじゃないかな。だから常入った時ってコロナの時やったっけ。あ、でも、ちょうど僕入る前が緊急事態とか出てた頃なんで。あ、せやんな、はい、うん、僕入った時はもう開けてましたんで、緊急事態は。だから本当その時期なんじゃないですか。そうやね、うん、結構あと、はい、そういうことしてる人も結構多かったりもしたんかな、うんうんうん、当時、はいはいはい、っていうのもあったりとか。でもいい、ありだよね、うん、ありだと思います。米でいいんかな、なんかいろいろあるよね、そういうのって、うん、
でもうちトンボもめちゃくちゃ米好きやし、うんうん、はい、カジサック米ってほんであんまうまそうじゃないだから、まあ、何になるのかな、その場合か、カジ米名前、はい、名前は多分変えるんじゃない、ちょっとね、うん、あの それこそそのうまそうに聞こえるような響きでね、うん、あとやっぱり簡単じゃないしね、うん、めちゃくちゃ大変だと思います、うん、でも常にそういうの好きじゃんな、僕好きですな、はい、ジュンどうなん、そういうのは、うん、あーでも僕自身はやったことないんですけど、父方の、うん、とご実家がもう農家で、ほうほうほう、お米作ってます、はい、そうですね、一目惚れっていうお米なんですけど、知ってる、知ってる、ご存知ですか、有名やん、はい、気仙沼で、ね、うん、作ってます、ね、はい、うん、親戚はみんなそういう農家をやってるんで、うんうんうん、昔ちっちゃい頃に牛飼ってたんですよ、え、うちのお父さんの実家で飼ってた、はい、ほう、酪農、はい、乳牛じゃなくて、うん、肉牛というか、うんうん、食べれる方の、うん、お肉になる方のなんですけど、うんうん、それを育てて大きく育ててから、うん、売りに出すみたいな、ブリーダーみたいな、あー、なるほどね、はい、そうですね、お仕事されてて、うんうん、僕よく父親に怒られたりしたら、小さい頃なんですけど、うん、首根っこを捕まえられて、うん、牛小屋に入れられてたんですよ、めちゃくちゃ怖くて、めっちゃ怖ない、本当に父曰く5分ぐらいしか入れてないって言うんですけど、うん、体感4時間ぐらい感じるぐらいな、もう本当に何しても真っ暗、真っ暗で牛のもうーだけ聞こえるんですよ、匂いも臭いし、ね、匂いも臭いし、結構匂いもあるもんね、はい、でも父はもうもちろん入れたところのすぐ外にこう待機して待ってるんですよ、まあね、反省したかなんつって、うんうんうん、そんなの聞こえないんですよ、もーがでかくて、うんうん、めちゃくちゃ怖くて、怖いねそれ、はい、うん、だからまあそういったトラウマもあるんですけども、うん、農家をやったんでちょっと農家、畑いじりみたいなのはちょっと昔から憧れてますね、うん、ほんまにトラウマない牛はちょっと怖いですけど牛さんはちょっと怖いですけどね、はい、ジュンさんさ、なんですか、たくさん逮捕したいんだけどあれそんなに捕まっちゃう、今の話ってつい若干引っかかんない、はい、うん、トラウマ農家になってて、まあ、いつかやりたいなと思ってますよねみたいな真逆のことちょっとね、今の俺は、うん、ジュンさんは、はい、エピソードを放り込みたかっただけじゃねえかなっていうのを感じたんだけど大丈夫ですか、曲がりくねって逮捕されちゃいましたよエピソード喋ってたら、そうなんです、だってさ、そっちかなり怖いやん、うん、はい、怖かったっすな、はい、そんな、はい、経験したらもうやだってなりそうなもんやけど、はい、でもなんか好きそうなイメージがあるわ、ジュン、そういうのも、はい、なんか自然とか好きそうやん、うん、自然は大好きです、うん、世話焼くのも好きそうやし、動物自体も好きなんで、それ多分、うん、飼育とかも多分好きだと思うんですけど、うん、やっぱあの一瞬は怖かったですね、やっぱり暗闇と、暗闇かける牛はやっぱ怖いですよ、いや、何でも怖いやん大体世話好きそうは確かにそうやけど、はい、後輩とかどうなん、その辺の話ってあんま知らんやん、確かに、はい、順院長のその、はいはい、確かに常が言ったように、こう、世話焼いたりとか、はいはい、世話するの好きそうや、うん、後輩とか結構可愛かったりしてんの、あ、もう可愛い後輩何人もいますよ、はい、タカピンアラモードだったり、はい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 、あと、元ピンポンマムの高村だったり、うんうんうん、あとはコローカンの長江って、ね、誰やえ、ずっと誰や、豆腐も吐き出したわ今一緒にめちゃくちゃ可愛がってるですね一人目の子は確かチャンネル出てないかな、あ、タカピンアラモード、うん、あ、多分出てる、多分出てる、あ、やっぱり俺、はい、なんか今ちょっと聞いたことあるなと思った、はい、うん、タカピンアラモードとはもうしょっちゅう飲んだりしょっちゅう、今も、はい、じゅんさんご飯連れててくださいよってこう LINE いただいたりして、うん、おしゃれ行こうかって言って、あ、はい、そっかそっか、そっかそっか、だから、はい、もうそういうコメント来るかもしれんから今もう挟んどくけど、はいはい、だからやっぱ借金だからそうなんですよ、そういう後輩の面倒見がいい、うん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 、で、兄さん頼ます連れてください言ったら、うんうん、おー行こうかって、はいはい、お金ない時期、今はいいやん、うんはい、もう今稼いでるし、ぶっちゃけ、はい、稼いでない時もやっちゃってるっていうことなんだね、自分に見合ってない、うん、その、わかるわかる、こう、なんていうんですか、はいはい、腕を振るじゃないですけど、うん、その気持ちはわかる、でも、そういう芸人さん多いからね、本当多かった、もうそれがやっぱかっこよく見えたし、そうだよな、はい、俺も
数少ないけど、可愛がってくれた先輩、はい、当時でいうと2分の5の大川さん、大川さんがね、めちゃくちゃ面白い、大川さんとかに過去にもう同じ感じで、なんだったらすごい可愛がってくれてて誘ってくれんねん、はいはいはい、カジ行くぞとか言って、はい、それも後から聞いたら、はい、お金借りて行ってたって、当時、うんうん、でもそれはやっぱり先輩がやることやし、はい、まあ、カジのことも好きやし、はい、みたいなことでやってくれてたな、はい、あれ何やろな、あの風習、本当にこれはでもかっこいい、うん、かっこいいですね。常はそれどうやったの、そういうタイプやったの。いや僕もやっぱそういう先輩に可愛がってたくさんいただいてきたので、うん、憧れたんですよ、めっちゃ、はい、で、うん、あのそれこそ僕も昔、うん、あの消費者金融借りたこともありますし、あ、そんなんあるんやったっけ。ありますあります、うんうんうん、もうそれも全部あの返し終わりましたけど、うん、で後輩たち連れてみんなで行こうって言って、うんうん、であのその消費者金融にお金を下ろしに行くっていうその背中をね、はい、見せて、はい、行ったらもう限度額超えててもう借りれませんとかごめんちょっとみんなちょっとだけ金貸してくれって。悪でも、はい、後輩からしたら、はい、そんな先輩もなんか、はい、胸に来るものがあるんだよな、はい、はい、本当に分かります。でいつか舞台で喋ってくれっていうね、はい、うんうん、それがあるんですよ、はい、なんか恥ずかしいし情けないけど、うん、でも面白いじゃないですか、はい、だから俺は芸人みたいなもんは、うん、話してほしいんだよね、はい、そういう失敗とか、はい、引くんじゃなくて、うん、でちゃんとやってくれるしな、はい、で言うなよとか言ってね、そうそうそう、言うなよって言うんですけど、はい、いやほんまやめろってとか言うんですけど、はい、全然言ってくれやみたいな、嬉しくて仕方ないですからね、名前から上がったら、あったりするけど、俺だから今日はちょっとジュンさんのさ、はい、なんて言うんだろう、どのようなことがあってこの今があるのかっていうのをちょっと聞きたかったりしたんだよね、はいはい、実はそんな話はあんまりしてないやん。そうですね、うんうんうん、この間吉富とんぼやさげだった時もやっぱりそのあこは同期やったり兄弟やったりしたからいっぱいいろんな話あったとは思うねんだけど、はいはい、でもそもそもどうだったのみたいなからだよね、はい、ちょっと聞こうかなと思って。僕はですね、もともとその接骨院の院長を24歳から、うん、あ、ごめんなさい、22歳から、うん、2年間違えるって珍しい間違えましたね、相場1年ちょっと酔っ払っちゃったのかな22から接骨院であの副院長になって、うん、でその後に、2年間そこで働かせてもらって、うん、24の時に接骨院長になったんですよ。その時に、はい、そもそもごめん、はい、その時芸人じゃないよね。芸人じゃないです。順院長ってもともとバスケットボールすごかったって俺聞いてんねんけど、はい、ね、で頑張ってて、で大学も行ってんだっけ、はい、で大学は行ってないです。高校卒業して、高校卒業して専門学校でその柔道整復師っていう資格を取る。じゃあもう高校の時から施術師っていうの、はい、そうですになりたいと思ってたってこと。そうですね、接骨院の先生か、うん、芸人さんになりたいはあったんです。すごいねそれ、はい、すごい似た。僕足首がすごい弱くて、うん、でまあ、当時は痩せてたんでそんな足に負担かかってはないんですけど、うん、しょっちゅ こう試合前になると足ひねったりしたんですよ、うんうん、でそのうちの高校もすごいバスケに力入れた高校だったんで、うん、トレーナーさんがついてたんですよ、うんうん、専門の、はい、でそのトレーナーさんがこうずっとテーピング巻いてくれたりとか、うん、治療してくださることによって最後までこう試合駆け抜けれたんですよ、はいはいはい、なのであこういうその選手を支える側にもなりたいなっていう思いからまず接骨院になったんですよ、うん、夢がね、はい、夢が、うんうん、ただやっぱそのお調子者なんで、うん、こうなんか人気者みたいになりたいっていうのはずっとあって、うん、それって接骨院の先生じゃないなってなって、うん、進路相談の先生に相談したところ、うん、とりあえずその接骨院の先生っていうのは資格が必要だから、うん、資格取ってから芸人さんやりたいんだったら目指せばいいんじゃないっていうふうに、ん言われたんで、はいはいはい、その進路相談で、はい、うん、なんで、あ、そうですねということで、うん、そのまま専門学校に行ったんですよ。なるほどね。がそれが18、でも19ですね、19歳。高校卒業してからやもんね。はい。その時にお笑い芸人になりたいと思ってたってことは、はい、なんか例えば文化祭でネタやったりとか、はい、そういうのあったの？これが文化祭でネタはやってないんですけど、うん、本来出し物があった。うん、校庭が
ごめんなさい、校庭に、簡易的なこうステージがあったんですけど、うん、そこで、バンドとかをやるのがあったんですね、うん、で雨が降っちゃって、うんうんうん、ドラムとかギターとか出せないじゃないですか、うん、そうだね、はい、うん、でなんか中止ですってなったら、うん、結構それを楽しみにしてた生徒とか、うん、皆さんその保護者さんとかは、うん、その残念がっちゃって、うん、これなんかできないかなっていうことで全く喋ったことないんですけど、うん、でもなんかこう体育クラスってのがあって、うん、体育クラスでこう陽気な男の子がいたんですよ、うんうんうん、その男の子がなんかこう舞台立ちたがってたんですよね、なんかこうやって、うんうん、おい、なんか賑やかしに行くかみたいな、ジュンは喋ったことない子ね、ないんです、うん、で雨がこう小雨になった時に、うん、楽器こそ置けないけど舞台上では立てる状態だったんですよ、うん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 、あ、じゃあこの子と一緒に立っちゃおうっつって、僕上にそのまま立ったんですよ、何もノープランで、その子と一緒に、はい、うん、でわーって立って、でなんか知んないですけど当時その、ニューヨーク行きたいかみたいな番組、高校生クイズ、はい、高校生クイズ、はいはいはい、で、あれしてたかな、確かに、そうですね、うん、クイズ番組だね、うん、最初にこう振り分けた時に丸か×かでこっち線引いて、丸の人こっち、×の人こっちっていうあるじゃないですか、あれの真似事をさせてもらったんですよ、うんうんうん、で、なんでもないですよ、もう今で言ったら全然面白くもなんともないかもしれないですけど、うんうん、例えば、僕が飼ってるペットは犬だと思う人はこっち、うん、猫だと思う人はこっちみたいな、うん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 、なんかもう簡易的なその質問とかわーってやって、うんうん、そしたら思いのほか賑やかになって、うんうん、そのバンド楽しみにしてたお客さんというか保護者さんとか生徒さんもこうぞろぞろって集まってくれて、うん、最後すごい盛り上がって終わったんですよ、うんうん、でその時に初めてというか、うん、あ、それはもう全然進路相談する前なんですけど、うん、その時初めて、あ、人前に立ってこうやってなんかわーってなってるのって気持ちがいいんだなってのを覚えたってのを覚えてますね。でもそれってさ、はい、芸人に繋がれへんやん、あんまり。あ、なんかそこでね、丸ワスやなんや言うて、はい、なんか天然で漫才じゃないけどボケツッコミみたいな、はい、その喋ったことないことを、はい、笑いバーン起こって、うん、それ気持ちよくて芸人になりたいってわかるけど、うん、今の話聞いてたらさ、イベントの司会でもいい、まあ、でもそうですね、そっから芸人になりたいって行くのエゴない、昔からその人前でというか、うん、その誰か笑かすみたいなのは好きだったんで、うん、そのなんかちょっとあったんだ、はい、友達の前でもずっとそのひょうきんなずっと感じだった、ね、ですね、はい、うん、ずっとおちゃらけではいました。で結局まあ、はい、取ったんや、免許取りまして、うん、はい、先にそうです。でもずっとあったんだ、どっかでこうお笑い芸人やるんだって、はい、お笑い芸人やりたいなと思ってて、うん、でそのさっきちょっと端折ってたんですけど、うん、24歳で院長になって、うん、で、あ、すみません、うん、その2年後に入学するんですね、あの NSC に、26の時、はい、で実を言うと25の時に、うん、その NSC の入学代って40万ぐらいかかるんですけど、うんうん、当時そうなんやね、当時、はい、でそのお金は作れたんですよ、一生懸命働いたんで、うんうん、だから自分のお金でやる分だったらもういいからやっておいでって親にも言われてたんで、うん、その40万作って、うん、よしと行くかってなった時にもう一個その勤めさせてもらった接骨院が、うん、もう一歩店舗出すから、うん、そこで院長やってくんないかって言われたんですね、その25の時に。ごめんなさい、ほう、はい、芸人やろうと思ってたのに、はい、うん、でもう一店舗の方を任したいんだって言っていただいて、うん、これはちょっとチャンスだなというか、うん、でも芸人やりたいし、うん、でも接骨院の院長って思った時に、うん、せっかく資格取ったんだったらその接骨院院長芸人っていうのも面白いのかなとか、うん、当時思ったりとか、うん、そうなんですよ。で資格は多分取れると思うんですよ、うん、頑張れば、一生懸命頑張れば資格取れるんですけど、うん、院長まで行った人ってあんまりいないのかなと思って、院長やらせてくださいって言って、うん、1年間だけやらせてくださいって言ったんですよ。本来は NSC 入ろうとしてたのにって、はい、ね、へえ、うん、で僕19期 NSC 東京 NSC 19期なんですけど、うん、17期の頃に入ろうとしたんです、本当は、うん、はい、うん、ただその入ろうとしたんですけど一回ストップかかってその院長をやらせてもらって、で1年間接骨院一生懸命頑張ったんですけど、うん、どうしても赤字で、
そのセット店舗、新しい店舗もその要は 本院って言わせてください。本院と分院なんですよ、うん、分かれてる、うん、で本院の方はすごい、まあ言い方あれですけど繁盛してる接骨院、賑、うん、やかな接骨院なんですけど、うん、分院はやっぱりこう本院と比べて全然だったんですよ、うんうんうん、だからそのここを盛り上げないとやめれないなってなっちゃって今度はい、1年しかやらないっていう契約で入らせてもらったんですけど、うんうん、ちょっとそれでやめるのは逃げみたいになっちゃって、順調はその分院の方で働いてたってことで、そうですよ、分院の院長だったんです、院長、はい、うんうん、でそれでこれでやめちゃって芸人もし目指したとしてもなんかどれにも逃げちゃうんじゃないかと思って、うんうんうん、だからもうとことんやって赤字だったらごめんなさいっていけるなって思ったのと、うんうん、だからもうちょっとこれもう1年くださいっつって、うん、頭下げて僕ビラ配りとかしたんですよ接骨院で。なるほど、うん、戦略を立てたわけや。そうそう、どうやったら分院が盛り上がるかどうか、うん、例えば通勤時間を見計らって外の窓掃除させたりとか、うん、スタッフに窓掃除してもらって、うん、女性のスタッフもいたんで、うん、女性のスタッフとこう一緒に窓拭いて通る人におはようございますっつって、うん、もうこの接骨院がこういう人たちがいるんだみたいな、うんうんうん、安心感をまず、うんうん、でも接骨院って入りにくかったりするじゃないですか。まあ確かに若干わかるな、うんうんうん、はい、どんな感じなんかな、はい、どういう人がいるんかなとかね、はい、あるあるある。だからこうちょっとこう外に出たりして窓拭いたりして、うん、我々がここで働いてますよってのをこう訴えたりとか、うん、アピールしてね、はい、であとはちょっと時間が空いてる時とかに、うん、あのビラ配りにその駅前行って、うん、接骨院いかがですかとか、うん、結構なんかもう声は大きかったんで昔から、うん、いかがですかみたいな、なんかでもいかがすかっても違うなとか思いながら、うんうん、例えばこうやってやってたらもう今だったら多分あんまり良くないかもしれないですけど、うん、こうやって配った時にちょっとこうしつこくはないですけど、どうすかどうすかとか言ったら、うん、ちょっとあ大丈夫ですって言ってたこうサラリーマンの方が、うん、こうちょっとグネってなってこう足首をスッてひねっちゃったとかあって、そこで、うん、あそれ直せますみたいな、うん、すぐ足首それ直せますよみたいな、はい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 、痛かったですかとか言って、うん、いやいやあんたのせいだよみたいな、あすいませんみたいな、うん、そういう会話したりとか、だ、うん、からそういうなんかわかります、だからこう陽気にそう、はよ着地してほしい、なんかずっとやってたら失礼しました、なんかダラダラとすいません、うんうん、なんか楽しくなっちゃって思い出しちゃって、いいですいいですよ、はい、でそしたら、うん、なんと、ああ大黒字とは言わないですが、うん、僕の誕生日ぐらいってもう10月ぐらいに、うん、ごめんなさい僕の誕生日とかいらないです、ちょっとお酒やっちゃってるからそれがいらないわ10月に誕生日なんですよ、あれです10月ぐらいに、うん、にトントンというむしろちょっと黒になったんですよ、成果が出てきた、はい、うん、でこの時にあ、やめれるって思ったんです接骨院を、うんうんうん、黒字にできたし、うんうん、と思った時にその時の接骨院の院長が、うん、あの本院の院長が、うん、すごいやっぱり覚えててくださって、僕が芸人やりたいっていうのを、はい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 、覚えてくださったんで、もう黒になったし頑張ったからいいんじゃないって、もうやめていいよって言ってくれて、言ってくれて、うん、で10月に辞めれたんですよ、はい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 、辞めさせていただいて、うん、そっからまた芸人を目指すんですけど、うん、まあその時はもう NSC の願書も出して、はい、で入学式というかその面接もあったんで、それに向けてやってて、うん、でそうですね、そっからがその芸人生活が始まった、始まるっていう感じ、はい、でもすごいよね、そうやって黒字に持ってった、いや、すごい、偉い、自分が考えてやったことが身を結んだっていう感じ、うん、だと思います、うん、未だにあの感謝してますね、それ潤が辞めてからその分院は大丈夫やった、うん、そのまま、はい、あの後輩がその当時一緒に勤めた後輩が院長になって、うん、また今また違う院長になってみたいな感じで、うん、気づいて、はい、気づいてます。これ NSC 入った時からもう潤院長でやってる、これは違うんですよ、ちゃうの、はい、あもう全く院長っていう言葉なかったんや、はい、その当時も院長を語ってると逆にまた変な言い訳できちゃうと思ったんで、接骨院の先生でしたって言わなかったんですよ、うん、NSC 時代のほとんど、ただ授業でなんか自慢できること、過去の経緯をみんなの前で発表してくださいみたいな授業があったんですよね、うん、NSC の時に、その時になんか喋れることあるのかなと思った時に、22歳で接骨院の院長になったのはちょっと自分の中でも誇りだったんで、うんうん、2年前まで院長やってました、あれもう2年前に院長になりました、で今もマッサージ得意ですみたいなことを言ったのがきっかけで、
そっから、あ、そうなの、周りが、はい、でも今の話をずっと聞いてたら、はい、だってなんか進路相談で、うん、芸人になる前にそれを取って芸人になった方がっていうのはそういうことだったんじゃないの？そうなんです。それを忘れてたってこと？それ忘れてて、完全に本当に完全にて順やってんな順やってんすよ。だってその話やったもんね、はい、進路相談 で、 そうです、ね、芸人やりたいけども、はい、先にそうか、うん、武器作ってから芸人になろうっていう武器を忘れてたんや、はい、忘れてたんですよ。だから自分でしかもちゃんと院長までやった芸人っていないだろうなっていう作戦まで立ってたのに、うん、26の NSC 入った時は、うん、自分が接骨院の院長やってたことを一時黙ってた時期あったんですよ。なんか、うん、そうなんです、うん、でちょっとまああんまり言ってなかったんですけど、うんうん、それは言った方がいいよとか周りの同期に言ってもらって、そこからこう挨拶するたびに、うん、元接骨院長芸人の順院長と申しますっていう言うように挨拶してしまったりとか、はい、そっから言い出したんやん、はい、うんうんうん、最初いろいろ芸名とかも悩んで、うん、順接骨院とか、うん、藤村接骨院とかなんか普通のただの接骨院が出来上がっちゃったみたいなで、なんかないのかな、順院長かなとか。でもさ、はい、だいぶ飛んじゃうけどさ、はい、マジで接骨院院長があったから俺ら出会ってるからな、はい、そうっすね。いや本当にそうなんですよ。これそうなんですよ、はい、これ潤がやってなかったら出会ってないの、はい、なぜならば、はい、カジサックのメインチャンネルで一度上げてますけども、はい、まあ、元々安武と潤が知り合いで、はい、で企画で肩甲骨剥がしとかっていうのがちょっとなんか良さそうやなみたいなことで、はい、実際体もちょっと傷んでたし、はい、で安武に紹介してくれへん誰かって言って安武が潤を紹介してるわけですよ、うん、そうなんですよ。やってなかったら絶対に出会ってないのよ、はい、すごいです。だからあの時の進路相談の方のおかげでここ出会ってんのよ、はい、なあ本当に本当にありがとうございます。本当に院長になってなかったら絶対に、うん、肩甲骨も剥がせなかったでしょうね。100%は売れてないしなやめてあげて本当にその通りなんだから、なんだから、はい、いや分かれへんで、うん、それはそれで面白いもんで、院長って言ってなかった方が売れてたかもしれない、うんうん、もう何が正解なのか分かんないよね、はい、本当にこればっかりは、はい、多分売れてなかったと思うんだけど多分ねちょちょ突っ込んでいや、なんか気持ちよくなっちゃってなんて気持ちよくなんか懐かしいなと思って。何が懐かしい、エモい気分になっちゃって。何があの、いや、僕10年前に、うんうん、白衣脱いでるんですよ、その、うん、もうやめるっつって、うんうん、接骨院やめるっつって白衣置いてきたのに今いつも白衣脱ぐとあのアーティストがマイクをみたいな言い方するな、いつも白衣脱いでましたイケメンタイムですどうも見ててください、はい、どうぞ。で、まさか10年後に、うん、カジサックの前で白衣着てどうも順調ですって言ってるなんて誰も思わなかったんですよ、やっぱ10年、うん、まあね、はい、でもまあ院長、準院長としてさ、はい、やっぱり売れたいと思ってずっとやってたわけでしょ、はい、そこを取ってないっていうことは、はい、そこでなんかこううまくいったりいかなかったりがあると思うんだけど、どっちも聞きたいんだよね、はい、はい、うまくいってる時期と、はい、うまくいってなかった時期ってあるのかな。もうなかったないでいいねんけど。準院長という名前でってことですか？まあ芸人になって準院長になってからよ、はい。あーでもやっぱほとんどがうまくいってない時期ですね。よくさうまいこといってないのにじゃあさ準院長続けたよね。ああもうやめたくないでしたね。あ今度はやめたくないになった、はい、準院長を、あ準院長っていうか芸人をその、うんうんうん、あ準院長って名前で、うん、よくなかったってことですかね。でまあまあまあ芸人としてでもいいねんけども、はい、芸人としてでしたらやっぱその何も売れる前に、うん、その出たくない、あその辞めたくないはありました、ずっと、うんうんうん、だからちょっと1年ごとには目標は一応立ててたんです、自分なりの、うんうん、例えば、今年1年にもうすごい些細なことなんですけど、うんうんうん、メディアに何でもいいから1回出るとか、うんうんうん、例えばその翌年はあのレギュラー番組持つみたいなのは1個ずつ持ってて、うん、それをなぜかちゃんとクリアはできたんですよ。へー、すごいね。メディアにたまたま出させてもらえた、うん、でちゃんと準委員長として出させてもらえた時期もあった、うんうんうん、でその後レギュラーっていうのはあのこのカジサックチャンネルでもお世話になったあの、うん、キバってこうあーラジオねが、うん、そこであのレギュラーとして呼ばれたっていうので、うんうん、なんかこう自分の中でやっぱ
甘いルールじゃないですけど、うんうんうん、だったんでクリアできてたんで、うん、やめなくて済むんだやめなくて済むんだっていう、うん、やめたくないんだっていうのが あったんですよね、うんうんうん、全然甘いルールじゃないよ、うん、あですか、やばいルールだよね、むしろ。だってレギュラー番組できなかったらやめるって。メディアはまだね、まだオーディションとかレギュラー番組ができなかったらやめるは異常なほどやばいルールだよ。かなりレベルの高い。でもやっぱもう8年目とかだったんで、その時当時、うん、なんでここでやっぱ何かのレギュラー持たないと、うんうん、やっぱやっていけないんじゃないかってのは思って、その M1 でガチガチ勝つとかもうできてないですし、うん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 、じゃあなんか一個その目標として持ってなきゃなと思ってたのが、そのレギュラーを持つっていう、その次の年の目標は何やったん？これがまだ何も決まってなかったんですよ。その時にあの自作チャンネルに入らせてもらってて、あ、本当にだからもう多分来年、それすごいな、はい、そう考えたら。じゃあなんですよ、うん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 、だからあのちょうどその決まってこうも1年前だったんで、うんうん、それが去年の目標がラジオのレギュラーだったんですよね、うんうんうん、年始に思ってたのが、うん、まあ年始というかその時ぐらいに思ったのが、うん、その後にマジで何も考えてなくて、うん、なんか一生懸命やってたらあの勝作チャンネルに寄ってもらって、本当にありがとうございます、本当に。この話どっから嘘なの、はい、全部危な、石化してました今。全部じゃないですよ。全部本当です。おもろすぎるでしょ。上手すぎないですか、そしたら。いやいや、よう喋ってんだ。よう喋ってんだ。ほんま？マジです。ちょっと僕ちょっと怪しないなんかさ。そんな上手にいく目標達成。意外と僕なんか7、8、9年目すごい綺麗な目標。ちょっとドラマティック。なんティックドラマあ、ごめんなさい、ドラマテックな人生を歩んでるとこあるんですよ、僕実は。あら、うん、これちょっと、いや、嘘つけってなっちゃうかもしれないですけど、うん、結構これ僕、昔から同期とか後輩も結構言っちゃってるんですけど、うんうん、あの、さっき常さんがルミネでビラ配ってるのを見てるっておっしゃったじゃないですか、うんうんうん、僕もともとそのビラ配りって着ぐるみ隊の、うん、あのビラルミネ座吉本って新宿の東南口にあるんですけど、うん、そこで芸歴1年目2年目ぐらいの芸人が、そう、さあいかがですか、お笑いライブいかがですかとか、にぎやかしも兼ねて、うんうん、今日の当日券また買えますよみたいなやるんですけど、うん、それをその、まあ、アルバイトみたいな感じでやる子もいたんですよ、うん、でもちろん自分が芸人だってやっぱ1年目2年目思いたいんで一生懸命やってる子もいたんですけど、ちょっとギャラがいやらしいし少し低めだったんですよ、うんうん、でもその中で、まあ、さっきも言ったんですけど見学もできるっていうのがギャラに含まれてるんで、うん、ギャラが少し少なかったんですけど、そこで着ぐるみ隊ってこう、うん、着ぐるみを着てこうにぎやかすんですよね、うんうん、あのスーツアクターみたいなことをやるとギャラが本当に 1.5 増えるんですよ。 1.5 倍、うん、1.5 倍ね、はい、1.5 倍増えるんで、うん、僕は当時そのギャラだけを見てスーツアクターの方入ったんですよ。あー、やっぱ稼ぎたいし、はい、うん、でスーツアクターでこう着てこうやってこう賑やかしてて、うん、それを月2回やったんですね、うん、でこう脱いだ、うん、ルミネの楽屋で脱いだらトロサーモンの久保田さんに着ぐるみからデブ出てきたっていじってもらえたりとか、うん、楽屋で、うん、でめちゃめちゃ汗かいたら木村さんがあの木村雄一さんの、うん、まあ、頑張ってる夏ジュースごちそうしてくれて、優しい、いやもうすごい素敵な世界だなって思ってて、ただその時にコンビを組んでなかったんですよ誰とも僕、うんうん、で月に2回着ぐるみ着てこうやってる、うん、これ俺何やってんだと思ったんですよ、接骨院辞めて、うん、まあ確かにね、芸人を目指してきたのに着ぐるみでこう何も喋れない、自分が芸人だったも言えない、うん、えこれ何やってんだろうと思った時に、うん、その月の最後の日にあの着ぐるみが入ったんですけど、もう着ぐるみの手袋をちょっと洗濯機の後ろにしまったんですよ。洗濯機の後ろ、はい、洗濯に出してるんですけど前くらいこれ後で分かるんで、あの洗濯機の後ろにちょっとこう隠したんですね、うんうん、で隠した、そ隠したとか自分では分かるところです、ポンと置いといて、うんうんうん、それで僕あのルミネ座吉本の受付に、うん、着ぐるみ隊とチラシ配る人でこう最初に挨拶するんですよね、うん、
今日もよろしくお願いしますって挨拶するんですけど、うん、僕あの着ぐるみの手袋が見つかりませんって言ったんですよ、うんうんうん、自分で隠したんですよ、うん、でそういう時って結構ルミネの方とか、まあ、その社員さんも忙しいんで、あ、じゃあ帰っていいよとか、もうあ、じゃあ今日やることないねとか、うん、なっちゃうんで、うん、それ言われる前にすいませんと、あのチラシ配らせてくださいって言ったんですよ、うんうんうん、僕着ぐるみ今日着れないんで、うんうん、あのギャラもそのチラシ配りたいと一緒で、うんうん、お願いしますって、あ、もうチラシ配らせてくださいって言って、うん、なんでそんな覚悟したかっていうと、その仕事終わったら僕芸人を本当やるべきか接骨院戻るべきか考えてたんですよね、うんうんうん、これで思いっきりその僕は芸人だってのをこうビラ配りながら、うん、例えばビラ配ってると元気だねって言われたりすると、うん、芸人やってるんですとか言えるんで、うんうん、ツイッターのフォロワーも増えたりとか、うんうん、してなんか芸人っぽいことをできたなと思ったんです当時、うんうんうん、っていうと、なんでそのビラ配る係をやらせてもらったんですよ、うん、で、その時が、うん、たまたまなんでしょうけど、うん、ビラ配ってたらその1回目、2回目、3回目と公演なんですけど、一部、二部、うん、あ、ごめんなさい、一部、二部と公演がある、一部、二部、三部と公演があるんですけど、うんうん、寄せがあるね、はい、うん、その寄せの売り上げ枚数とかをわざわざ社員さんが下に降りてきて教えてくれてたんですよ、うん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 、何枚いってるから、もうちょっと頑張ってとか、うんうんうん、もうちょっと声かけてなとか、うん、結構こう熱い環境だったんで、うん、頑張りますとか言ってこう一生懸命やったらすごいでみたいな、うん、なんか1公演目なんか100増えてるよみたいな言われて、あ、すげえ増えたんや、はい、うん、だからこの調子で頑張ってやとか言っていろいろ言われて、うん、で僕もやっぱちょっとね昔からお調子もんなんで、うん、褒められたら嬉しくなっちゃって、うん、いかがですかとかやったらこう社員さんっていうかそのごめんなさいもう言っちゃったんですけどおじさんがタタタタってきて終わったねあ、お酒のせいだな、よしおじさんがですね、遠くからおい、頑張ってんなと声かけてくださって、うんうん、で、あ、いかがですか、うん、この後やってるんですよ、うんうん、どこ7階え、わからんやけどって行き方わからんやけどって言われて、うん、社員さんが言うねや、社員さんって言わないでそうそうごめんごめん、もう我慢できない全然先生、ありがとうございますおじさんが言うわけやおじさんが言うわけどこ、これない、まあ、こっちですよ、つってバーって、岩手出身なんですけど、こっちですよ、つって案内して、で、それで、こう案内したんですよ、うん、したで、それで、ありがとうって言われて、うん、最後、こう、ビラ配り終わって、また何人か、また他の社員さんが来て、うん、あの今日頑張ってたね、なんつってくれて、うん、で、その後、全部終わって、うん、もう夜7時ですよ、うん、夜7時に、うん、今日のあのビラ配りありがとうございましたなんてこう挨拶しに行ったら、うん、その時のおおおおおあんちゃん頑張ってんなって言った、うん、おじさんが中にいて、うん、その人実は社員さんだったんですよ、おおで、あ、いけるいけますいやそっから先じゃない、うんうん、その社員さんの方が、うん、さっき案内した、うん、7階どこやって言ってくれた、うんおじさんが社員さんで、うん、社員さんでやん、うん、当時のルミネ座吉本の、うん、そのビラ配りをするシフトを組んでた人だったんですよ、うん、シフト組んでたりとか、うん、その関係してる人で、うん、あんちゃん名前なんていうのって言われて絶対あんちゃんって言ってないよねなんでなんかあ違うあんちゃんあんちゃんでしたっけ吉本の社員さんであんちゃんなんか言う人おれへんやん あんちゃんのことでしたっけ違います多分落ち着いてください本当に注目されちゃうと嬉しくておいであんちゃん、うん、あんちゃんっつって、うん、あの名前なんて言ったって、うん、藤村純と申し当時はもう普通のフルネームでやったんで、うん、藤村純と言いますっつってなあじゃあ1年目かいなって、うん、あ1年目です、うん、じゃあ暇だろって言われて、うん、はいじゃあ明日から毎日ビラ配りに来いって言われたんですよ、うんうんうん、なぜかというとそのたまたまなんですけど絶対に、うん、その、ね、演者さんもすごいいいですし、うんうん、でやっぱりこうたまたま声出たからというかわかんないですけどこうビラ配れたしとかいうのもあってその時の当日券の売り上げがすごい良かったんですよ例年と比べてて、うんうん、だから君配ったら当日券売れんじゃないのっていうふうに言っていただいてそっからルミネ座吉本に毎日通うようになったんですよ。ああ、ビラ配りに行くし、はい、っていうところで、はいうんうん、で、なんかあこの時にあ芸人辞めなくてよかったのかなと思えたというか。なるほど、はい、芸人の仕事じゃないのかもしれないですけど、うん、でもビラ配りっ
って結構それこそ普通にビラ配るだけだったらアルバイトの方雇った方がいいと思いますし、うん、ちゃんとしてますしね、そういったこと、うんうんうん、でも芸人にやらせてるってことはなんかこう賑やかにやるというかこういうのを教わって、その社員さんっていうのは結局何やったんよね、その知らんふりしたってこと、7階でどこあるとか言ってたとか、うんうん、あでも本当そうです、知らんふりしてました。それなんでなんですかって聞いたの、うん、聞いてないです、よく分かんなくないこれ。確かにその社員さんがそのちゃんとビラ配ってるのかを見に来ていたのか、あでもだって嘘つく必要ないやん、確かに順にビラ配ってって絡みの中で、うんうん、でもそのそっちだと思います、あそうですね、説明忘れてましたけど、そのやっぱみや何当日券の売り上げとかを教えてくれる社員さんもいれば、うん、結構そのまま残ってちゃんとビラ配ってるのかって見てる人も見てるいっぱいいたんですよ、うんうん、社員さんも。いやその知らんぶりしたのがよく分かんないよね、その社員が多分社員だとその先生の前だとしっかりやるじゃないですけど、うん、社員さんの前だとこうなんか社員さん俺の前だけちゃんとやってんじゃねえのっていうふうに抜きつけたみたいな、オッケー、なるほどね、感じだったと思うんですよね。そろそろちょっと回収したいね。あ、すみません、はい、一番この話をする中で、はい、ドア玉の枕が嘘みたいな話なんですけどって言ってたけど、どこが嘘みたいな話なのこれ。回収してくださってありがとうございます。辞めようと思った時に吉本の社員さんに拾われたっていう話。ああそういうことか。なるほどね。ちょっと長だらだら喋ってたんですいません、ね、そうね、はい、想像の4倍ぐらい長かった、うん、そういうことか、はい、そういうことや、はい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 、あ、やめようと思ってたの。あれそれ言ってた。いや、なんかドラマチックな出会いみたいなちょっと話が、いや、着ぐるみ隊の仕事しかしてないから芸人、うん、これ芸人じゃねえなって思っちゃって、うん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 、この仕事終わったらやめ、ああ言ってた言ってた、あそうかそうか、でもこのままこれ終わっちゃったら終わりになるなと思って手袋を洗濯機の後ろに隠しまって、だそういうことやね、やっと分かった、はい、その、はい、わざと隠したんや。あそうですそうです。でもちろんその終わった後にすぐ見つけましたって言ってましたけど、うん、だからそこなんよ、わざと隠したって言ってくれたらよかったんよ。言った言った、わざとって、わざとって、うん、なんか分かっててみたいなこと言ってました。あ言ってた、はい、あごめん俺も全然聞いてない。全然大丈夫っす。あ わざと隠して、はい、で、もうやりたくないから、はい、でビラ配りってことね、はい、あなるほど、に移行させてもらって、なるほどね。なんで全然分かってこない。いやいや分かんないけど、い、うん、着ぐるみ脱いだ洗濯、まあちょっと言わせてもらったらあれやけど、はい、脱いで手袋隠したとこはいらんかったかもしれない。そのごめん。もうやめようかやめまいか考えた時にもう着ぐるみを着ずに、はい、もうビラ配りやったんですけどでよかったのかもしれない。そうしたら、したらはい、うん、長かったしですし、じゃあこれはもう全部ひっくるめて順なんですけど、はい、戦略を言いたかったんだよな、はい、自分が考えた戦略でこうそうしたってことを言いたかったな。はいそうですね。そっかそっか、うんうん、運が良かったんですね、なんかその、うんうんうん、最後の思い出作りじゃないですけどビラ配りたいなと思ってて、うんうんうん、ああなるほど、ね、なんかもうそのやっぱすごかったんですよ、あの、うん、ジレンマっていうんですか、うんうん、その着ぐるみ着てて、うん、やっぱ着ぐるみ隊ってこう前見えないんで、うん、ビラ配る人がこう案内してくれるんですよね、こっちだよみたいな、何々くんが来てますみたいなやるんですけど、うんうんうん、したらわーかわいいって集まるは集まるんですけど喋、うんうん、れないし、うん、そしたらこうビラ配ってるのが僕ね芸人やってるんですよみたいな、でこのお笑いライブ面白いんで見てってくださいよみたいなこと言ってるんですよ、横の人がね、そうです、うん、で僕はこうやってだけなんで、うんうん、いやこんな言い方あれですよ、うん、こんなチラシの配り方だったらお客さん来ないぞなんて思いながらこうやってたんですよ、もうずーっと、うんうんうん、じゃあもうちょっとシフトはもう着ぐるみ隊で入ってるんで、うん、それを変えることはできなかったんですよ、うんうん、だからどうやったら変えれるかと思った時に、あ、そういうこと、ね、手袋を隠してビラ配り隊に入らせてくださいって言われて、うんうん、言わせてもらってビラ配らせてもらったんですよ、それがもう思い出作りでした最後の、あらがったんだ、そうそう、お笑いかですか、うんうん、お笑いかですかって言って着ぐるみがいない状態で一生懸命声かけて、うん、その皆さんがその喜んでくれたらいいなとか、だから社員さんに最後声かけられなかったら辞めてたってこと、あ、多分本当にそうだと思います、明日から毎日来いよって言われなかった、多分、うん、シフトも入ってなかったん
うん、まあいろいろ苦労してたわけや。そうなんだ。順院長もな。あ、ここの3年がもうすごくこうトントントンってきて。はい、そうですよ、ほんとに。あ、この3年間ぐらい？はい、あのそのレギュラーだったり、うん、その流れね、はい、メディアに出るレギュラーもらうっていう。はい、そうかそうか、はい、なるほどね。まあでもメディアに出るとかそういうことで言ってるのはもうションパイでやってる時やもんね。そうです。なるほどね。でそのメディアもやっぱ審査甘いなと思うのが、うん、その芸人として出させてもらったのは本当にちょっとなんですけど、うん、がっつり出させてもらったのは藤村淳として、その一般人に毛が生えたみたいな感じの扱いで番組出てたこともあったんで、うんうんうん、なんか自分にちょっと甘かったなと思ってるんですけど。いや別に甘くないでしょ、うん、全然、うん、ちょいちょいカッコつけるよね、なんか甘い設定をしちゃったんでとか。すいません、甘く見積もっちゃいました。もうこれ先言っときます、本当に、はい、もう彼はめちゃくちゃイケメンをさよろしくお願いします。今日の、はい、一番のイケメン嘘、はい、教えてください。あんちゃん。あんちゃん絶対言わんよな、つもあんちゃんはちょっとやっぱ持っちゃいましたねちょっと下町感出したかった。はい、じゃあさ、マジでとこあるよな。なんか変なですよね。でもね、俺もう最近そういう部分ちょっと癖になってきてるかも。いや、わかる、はい、だから俺はこういう準委員長を出すべきだと思ってんのよ。俺全然いいと思うよ。いいとこだと思うよ。本当ですか。だって俺でけへんもん。多分常もでけへん。できない。そう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 、そのまま行った方が絶対いいと思うよ、うん、あなたの嘘くささは武器だよ。やお、うん、嬉しい武器もらった。いやいや全然武器でしょ、うん、だって人にないことなんだもん。で周りに俺とか綱井とかトンボ安武とか龍二とか吉富とかおんねんから、はい、もう任してよって話。そうそう、もういじられてなんぼぐらいでいいと思う、はい、そうそうそう、せやのに彼の悪いところはポッてなんかイケメン嘘ついてすぐ逃げるやんか、なんか、はいはい、なんかもうポンって出してそう、おい俺ら面白いことしようかなと思ったらもう折れへんからそうか、ちょっといじられたら恥ずかしくなっちゃうよね。そうなんですよね、うんだからなんか開花したらいいよなって思うよね、うんうん、やっぱり準院長もこのチームでやっていく中でさ、はい、準院長の人生にとってもそうだし、まあ、芸人としてもそうかもしれないけども、プラスになることが一番だと思うからね、うんうん、はい、まあ、今までこの8年間やってきて、うん、まあいい結果も残しながらかもしれんけども、やっぱり鳴かず飛ばずであったことは間違いないわけや。そう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 、だからいっぱい吸収してほしいし、はい、もちろんねプライベートでもいろんな話します、はい、芸人の話もコンビの話もたくさんするんですけど、はい、やっぱり考え方これ先輩としてはして甘い、はい、もう全然甘くて、はい、まあ、そんなんやったら絶対無理やでって、うん、俺は言うたよな、はい、そうそうそう。でもこの話を聞けるのもやっぱチーム入ったからやと思うし、うんうん、なんか話聞いてたらそういう話をしてくれる先輩もおれへんかったって言うてたから、はい、そうですね、そう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 、はい、やっぱりさのらりくらりもいい時はあるかもしれないけども、うん、はい、ね、やっぱり結果残してからでいいやん、それはのらりくらりすんのは、うん、はい、俺はあんま良くないと思うけどね、だからいいとこを吸収してもうてさ、はい、やっぱり常もこのチームに入ってさ、いろいろ多分吸収したでしょ。いやもうめちゃくちゃね、はい、いろんな部分でね、うん、あらゆるところで多分、はい、チームに入って吸収したとこあると思うから、うん、俺は順にもそこはやっていってほしいなっていう部分は本当に思います、はい。なので、純のイケメン、はい、イケメン演出、はい、これはちょっと俺はそのまま行ってほしいな。行ってほしい、これが出来上がった時のエピソードを聞きたいですよ。いや聞きたいよ、はい、めっちゃやっぱりあなたの武器ですから。だって、うん、息つくよ、息するようにイケメン演出するやん、なんかそうなんですイケメン演出しちゃうんですよはい、それはねあなたの武器やから、はい、伸ばしていったらいいかななんて思いますけども、ちょっとびっくりするぐらい喋ってます、うん、うわすいません、もうこれもう最後に話してください、はい、ジョンさん、はい、マジで話長い。いやごめんなさい本当に、しかもごめんなさい結構コンパクトにできた多分、うん、結構キュッとできた途中の着ぐるみ脱いだ後のトロサーモン久保田の話と木村ゆうさんの話絶対いらんかったよ。えあれ絶対いらんかったよ。だってむしろあれしたらさ、うん、あの話をしちゃったら着ぐるみ続けた方がええやんと思うもん。脱いだ時にええことになってるから。確かに
木村さんもあのこれでジュース買いやってポッケから出した小銭僕両手で受け止められないぐらいありましたからね。ええー、だってで僕それ全部ジュースで買ったんですよ。ジュース飲みって言われたんで。えその日にってことどういうこと。まあ、3000円ぐらいあったんですごい。はい、うん、でこのまま持ってってジュースの自販機のジュース買って。なんでその時それ言えへんかった。ほんまは何本ぐらいやったの。ほんと1500円。いやいやそれでも多いわ。確かにじゃあ変だ変な感じになっちゃったわってなって。はい面白いなあれです。はい俺あの話してる時実は笑いこらえるの必死やから。嬉しい絶対。いや嬉しいってない。あ笑いこらえてくれ。だって笑いこらえてくれようとしたでしょ。だって面白かったってことお前ほんま適当やな。いやいや嬉しいですよ。笑いこらえるのね。いやいや聞いてる時もこのくだり絶対関係ないやろなって思って。そっちですよ。だって着ぐるみやめたかって言ったもんな。はい、やめたかったですもん。いやでもその辺もひっくるめてあなたなんですよ。面白いわ。面白かったでございますけど、うん、すいませんだいぶ長く、なってしまいましたけど、はい、これ編集するのが常なんで、はい、僕です。おそらくバツンバツン来てる。バツンバツン。ちょっと分かれへん。これはちょっと考えます。考えてください、はい、すいません。全然でもこうやってゆっくりね順位長とこうやって喋ることもあんまないから、うん、よかったんじゃないですか。嬉しいです。ありがとうございます。とんでもないです。本当にお鍋美味しかったです。めっちゃ美味しかった。美味しかった。またなんかあの季節の季節になった冬になってきたんでね、はい、こうメンバー入れ替えながら鍋でもできたらいいかななんて思いますんで、うん、いいですね、はい、最高の時間ですね。最高でしたか。はい、ありがとう。何よりです。ありがとうございます。長い時間お付き合いありがとうございました。ありがとうございました。最後まで見ていただきありがとうございます。インスタグラムのフォローお願いします。 X のフォローもお願いします。 TikTok のフォローもお願いします。またお会いしましょう。